神戸で生まれるんですけども、すぐにベネズエラっていう国に連れてかれて、で6歳まで過ごします。ですが親は日本人なので、向こうに行くと言葉が通じないんですね。なので、保育園に行けって言うんですけども、保育園にいる子どもたちは全員スペイン語しか話せないの で僕は日本語しか話せないので、馴染めず、家にずっといることになりました。でようやくスペイン語が話せるようになってきたら、さあ日本に帰りますよって言って帰ってきたら、今度は日本語が分かんなくなっていて、日本人学校に入るんですけども、帰国子女受け入れの、そこでもこううまく話せずに、結局神戸にいる祖父と祖母のところで、預かってもらって、で彼らは英語の先生だったので、比較的日本語が分かんなくても寛容で相手をしてもらってました。でようやく日本語が分かるようになってきたと思ったら、今度またコロンビアに行きましょうというふうになって、で今度はインターナショナルスクールだったので、今度は英語が分からずに、結局英語を使わなくてもなんとか単位が取れる算数、数学ですね、アルジェブラとか、それから彫刻ですね、いわゆるそのアートの授業で、単位を稼ぐしかなくて、そこで単位を稼いでました。で平均よりも得点が稼ぎやすかったのが彫刻だったので、リスディっていうアメリカにある大学に自分で願書を書いて送って入学をするんですけども、親がまかりならんと言い出して、そんな美術なんかに美大一門出せんという親だったので、許可をもらえず、結局親が勧めるままに日本に帰ってきて、でちょうどだからまさに今頃だったと思うんですが、もう受験のシーズンなんか終わってて、帰国子女枠しか入ってなかったので、いわゆるその面接をして入る帰国子女枠で、東京大学の文2っていうところに入ります。ところが文2っていうのは経済学部で、全く日本語が読めないとついていけなくて、かつ、コロンビアでやった数学と日本の数学が全然もうレベルが違ってて、かつ日本語が読めないと算数が数学が分かんなくなってたので、そのうちついていけず、結局彫刻しか残らなかったというのが、10代です。で常に言葉が話せないので、どっか浮いてるところがあってですね、一番上の真ん中が私ですけれども、笑いを取るか一人で図書館で、本を読んでるか、いわゆる美術室で何か作ってるかしか、活動の領域がなくて、常にマージナル、要は端っこの方にいざるを得なかったというのが記憶です。で、帰ってきて彫刻やりたいなと思ってたので、それは親に対する反目もあったんですが、相変わらず彫刻は続けてました。で、粘土だと窯がないと焼けないので、湯土だと臭いし、最初は石を削って売ってたんですけども、日本語がまだ上手に話せなかったので、スペイン語が話せるお客さんしか買ってくれないんですね。これは彫刻業、しかも日本語が話せなくて彫刻売るっていうのは分が悪いなと思って、でもっと売れるものを考えなきゃ、そのままだとお金がなくなっちゃうと思って、で大学も通うのやめてたので、また親が怒ってクレジットカードを使えなくしてしまったので、自分のお金は自分で稼がなきゃいけなくなっていて、でそうだ、同じ造形でもカバンだったら少なくともスペイン語をしか話せない彫刻を買うお客さんよりも数が多いだろうと思って、でカバンの製造を始めます。で、これが、次の転機になりました。でなんで良かったかっていうと、当然お金がなかったので、何か作ろうと思うと材料費を買わなきゃいけないんですが、カバンの場合スケッチに絵を描いて数字書いて、そのお金を先にもらって、そのお金握りしめて材料さん行って買って、
で半分だけ完成させて残金もらうと、最初お金がなくても絵が描けてミシンが踏めればお金が儲けられるんですね。なので、在庫リスク、お金がなくても、始められるビジネスだったんです。これは当時のお金がない19歳の青年にとってはとてもフィットするビジネスで、それを続けることにしたんですね。でも後に分かるんですけど、お金がないからいいということではなくて、お客さんが欲しいものを聞いてから作るっていうのがとっても良かったんだということに後に気がつきます。でそれが今やってることの原点になりました。でもいずれにせよ、さっき話したように、彫刻が売れないんだけれども、彫刻に近くてお客さんが多いっていう条件文で検索した結果、カバンが出てきて、カバンをやってるうちにオーダーメイドっていうやり方が分かって、オーダーメイドを続けていくっていうことで、あ、事業が回せるんだってことに気がついたのがちょうど19、20、21ぐらいでした。で、あ、そっか、自分が欲しいものを作るっていうこと以外に他人から欲しいものを聞いて作るとなるとお金が回るんだということを、理解しました。それは体で。で、もう一つ気がついたのは、物を作るっていうのは言葉がなくても絵が描けて半完成品見して、でお金もらうだけでいいので、まさに数字と美術だけで終わるんですね。で、当時僕ができた2つのスキルだけでなんとか賄えるので、持ってるものだけで料理を完成させるような感覚で、自分が持ってできることでちゃんと必要な出力を出すっていう意味では、ちょうど過不足なく回せました。で、3000万円ぐらいまで売り上げが立つようになりました。2年間くらいで。で、しめしめふむふむと思っていたんですが、どんなに頑張っても3000万円以上の売り上げにならないことが気がついたんです。で、なぜならば1日1個のカバンのオーダー取って作るのにだいたい8時間ぐらいかかるんですね。1日24時間しかなくて、8時間はまあ寝るとすると、もう残り作れるものなんて限られてくるわけですね。まあ、2個作って16個。あ、ごめんなさい。2個作って16時間。で、まあ、週末はお客さんが来ないので、平日しか、当時のお客さんは平日しか来なかったので、もう20日間。で、これかける単価が年間の売り上げなんですけど、まあ、単価上げるしか、爆発的に売り上げを増やす方法はなくて、で人を雇うと給料も払わなきゃいけないので、自分一人でできる売り上げってここは限界だったんですね。で単価上げなきゃと思って家具を作って売り始めるんですけど、カバンが7万円で、家具だったら100万円という世界があるので、じゃあ100万円の家具を売ってみようと思ってやるんですが、今度は同じことだと気がつくんですね。家具作るのに数十時間かかってっていうことで、あ、これは何の問題の解決にもなってないと思って、多分この先にはもう限界があるんだということに察して、で諦めて、マッキンゼーっていう経営コンサルティングの会社に入ることにしました。でマッキンゼーに入るためには大学を卒業しなきゃいけないということを言われたので、慌てて戻って、まあ、5年かかりましたけど、単位をとにかく揃えて、卒業証書をもらって、で僕中学も卒業してないし高校も卒業見込みで大学入ってるので、初めて証書をもらって、で、マッキンゼーに入ります。でこの先話をするのは、まあでもマッキンゼーでも限界を迎えるんですね。でなぜかっていうと、当時95年6年っていうのはインターネットがちょうど市場として注目され始めた時期でした。それで多くのお金が集まり、多くの技術が事業化され、でそれをコンサルタントとして新規事業を立ち上げをしていました。で新しい事業を作るというのは元より得意だったので、お客さんの欲しいものを引いてきて、そこに予算つけて作るっていうのはオーダーメイドと同じなので、それなりに成果を出してたんですが、結局コンサルタントをやってると働いた時間分しか給与をもらえないんですね。で、まあ
ビジネスアナリストっていうコンサルタントに入ってアソシエートになってマネージャーになってパートナーになっていくんですけど、まあ大体マッキンゼの初任給って500万から600万ぐらいなんですね。でパートナーになるとまあ2000万とか、あの場合によっては数千万もらえるんですけれども、それでも600万から例えば2000万だとしても3倍4倍しか違わないんですね。でじゃあ10億のお金を手に入れようと思ったら、コンサルティングをやってては限界があると思ったんで、これはダメだとまた気がついて、あの10代の頃の呪縛がまたここにもあるというふうに思って、天井を取っ払うにはどうしたらいいんだということを考えました。で、まあ起業だと、もう一度だからその起業の世界に戻ってきます。で一通り3年半やって、経営のイロハを学ぶことができましたので、今度は何をやるかだと思いました。でお客さんのやり方は依然として研究所があって、企画チームがいて企画をして、で製造して広告をして売って、で届けると。でも当時不況だったので、まあ出てくるものいらないっていうふうになるんですね。でこれってなんかもう違うんじゃないかと思って、ユーザーが欲しいものを聞いて、例の欲しいを集めるですね。で彼らに宣伝をしてもらって、値段も聞いて、であとは、予約も集めて作ってもらうだけにすればぶどまりが上がるし、この仕組みはニーズがあるんじゃないかというふうに考えて、こういうことをするために必要な技術に特化するといいんじゃないかと。だからここってこういうのが欲しいんだけどっていうことを、まあ、当時ブログもあまりなかったんですが、みんなあの BBS ってブレティングボードっていうのがあってですね、あのそこに書き込んでたんですね。それをこう集めてきて収束して分析、集積して分析すると、弱いシグナルであったとしてもちゃんとした声にできるんじゃないかと思ったんです。だから欲しいを集める、でそれをこうきっちりとした市場に変える技術があれば、その技術っていうのは有用なものなんじゃないかというふうに考えたんですね。で何をしたかというと、まずはそのどうやったらそのまだ価値がない情報を集めて、それをサーバーで格納して演算処理をして、意味のある市場データに変えるかということを、まあ、開発をして特許を取って、その発明をして、で弁理士さんのところ持ってって特許にしてもらって、で1個だけだと弱いと言われたので、まあ、複数の周辺特許を取って、で出資を受けました。で空想システムというあのシステムを作って、で、まあ、当時は競合もいなかったんですけども、今はキックスターターとか聞いたことがありますけど、日本だったら先駆けとかいろいろあるんですが、そういうクラウドファンディングのサービスを1997年にオープンさせました。アダム・リード・タッカーっていう人がシカゴでブリックフェストというレゴユーザーの集まりに、トイザラスで買ってきた箱を開けて、必要なものだけをジップロックの袋に入れて、自分でインクジェットプリンターで印刷した写真を貼り付けて、それを30ドルぐらいで売ってたのがきっかけで始まりなんですね。それが人気が出てきて、彼の解釈するミニチュアで、あの模型みたいなものが売れるようになった時に、レゴがでオフィシャルでやらないかっていうふうになって、初期の頃 の, あのものは全部ここに彼のサインが入ってます。でこれも、まあ、初期の頃のものなので、ここにユーザーから作られましたよって入って、中 の, あの取説に考えた人の顔写真と名前が出てます。で何かあるなと思ったんですね。でそれは家具、家電をユーザーが思いついて、デザイナーがネット上でこう加工してメーカーが作ってもらうという長いプロセスをユーザーがギュッと自分で考えて、自分で作品作って、自分で宣伝をして、
自分で売ってしまってるっていうので置き換えてる現象があるんじゃないかなと思ったんです。で、それは何かこう当時にしてみるとこれから未来に起こるだろうことを示唆しているような気がしたんですね。で、もうちょっと研究したんです。で、ひょっとしたらと思った仮説はレゴのユーザーに限って言えば単なる欲しいではなくてすぐ自分で作れちゃうので他の商品よりも作ったものが完成品に近いんじゃないかなと思って、でその商品の特性がゆえにネットとつながるとよりクラウドファンディングと相性がいいんじゃないかということを考えたんですね。で、まあ、一番最初に商品化されたものがこの新刊6500だったんですけれども、思った通りユーザーはたくさん集まり、予約もたくさん集まり、まあ、あっという間に本体のサイトよりも大きくなりました。ああ、レゴだけじゃなくてレゴのユーザーは SNS も使ってるし、で SNS は日本よりも海外の方が普及率も高いし利用人数も多いのでこれだと思ったんです。なんかいろんな条件がちょうどうまく重なって、で英語でやってみました。一番最初に商品化した英語のサービスのものがマインクラフトだったんです。マインクラフトって日本だとマイクラそうやったことあります？じゃあ説明しなくてもいいと思うんですけど、まあ、要は、デジタル版レゴで世界をつなげていけるっていうコンセプトなんですけど、もともと似てるので本当は協力してたらいいなとみんな思ってたんだけども、2社はお互いライバル同士だと思ってたので手を組むことはなかったんですね。ところがユーザーがあったら欲しいと言い出したのでとうとうレゴ側も折れて作ることになりました。で、まあ、40倍1億2500万に対して、まあ、40億人、まあ、英語の人数がいたとしたら、まあ、10倍ぐらいにしたって、いけるだろうと思ったんでクラウドファンディングの行き地を1000から1万に増やしてたんですね、ルールを変えて。ところが48時間で1万人集まっちゃったんです。でこんなに人来ると思ってなかったので、あと当時アマゾン の契約、今の AWS みたいにこうキャパをすぐに増やせる契約ってなかったので、あらかじめ買ってたキャパがそんなになくてピークが来てバーンと落としてバーンと落として6回繰り返してサーバーを落としてたので、本当は多分もっと短い時間で集めてたはずだったんです。でも、まあ、予想通りというか予想を上回る反応があって、で、あ、やっぱりそうだったんだと思ったんですね。で、ようやくその複数の人とやる、それから世界で規模を増やすっていうことの検証ができたのでいいなと思ったんですが、やっぱり次の壁があって、やっぱりレゴはレゴなんですね。レゴの総売上はには限界があって、レゴでしかこれは成り立たない世界なので次に行こうと思うと行かなくて、でやっぱり影が天井が見えてきたので、事業を売却することにします。フィギュアを紙で作るセグメントもあって、でだんだん進化してきて、最初の頃動かなかったの、最近可動部分ができて動くようになってきてるんですね。ジオラマ、これも紙ので紙を使って何かを作る人たちっていうのは実はもうすでに存在してるんです。で極めればここはお金を持って取引できる市場があるので、ちゃんと経済的な市場を作ることも可能だっていうことが分かってきたんです。だから人口が多くてお金がない人でも参加できてお金が稼げるっていう条件は紙でも兼ね備えてるなってことに気がつきました。紙で作るロボットっていう仮説は立てました。で、実際専門家の力を借りてどん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 進化させていきました。で作り方も無料で公開し始めました。
で、その実際に必要な、まあ、設計図も無料でダウンロードできるようにしました。で、そう。で、モーターもアルデュイノもつけて動くようにしました。でも、また気がつくんですね。あ、これはレゴの呪縛に入りつつあると。このあたりからお金がないと遊べなくなってくる。そう。リトルビッツも高いし、レゴ以上に高い。で、やっぱりお金がないとロボットって作れないのかなっていうことをまた考え始めます。でも実際に子供の前に持ってって遊んでもらうと、ちっちゃい子供でも、あ、これは面白いと思って見てくれるんですね。で、僕ら自身もやってみて、もう作ってるうちにのめり込む面白さが何かあるんです。だけどこれを作ろうと思うと、とってもお金がいると。で、これじゃあ、自分で作ってって言ったら、まずノウハウの問題ではなくてお金の問題で作れないんですね。で、じゃあお金がないけどロボットを作る研究してる人は誰だろうってことを考え始めたんです。この組み方、テンサグリティって言います。棒と紐でテンションかけてある構造物を作ります。肩は実はどこともつながってなくて、釣りだけで成り立ってます。膝すらも骨と骨が直接つながってるんではなくて、膜と膜でお互い引っ張り合って宙に浮いてます。で、それをまず理解してもらって、輪ゴムと紙だけで実際人体が作れるかどうか、みんなが今日初めて行けば世界の最先端に躍り出ることができるかもしれない。で、自分がそこで楽しいと思えば、それによって同じようにハッピーだと思える人が出てくると思うので、一番最初に戻ったところで考えると、他人を幸せにしようと思っても、それはなんか偽物っぽいけど、まず自分がそれ楽しくて幸せになっていて、それが結果お金が入ることになっていって、で、その結果が他の人をハッピーにすることができれば、今日伝えたかったメッセージにつながると思ったんですね。好奇心を失わないってことはあるような気がしていて、で、そのロボットができない領域を常に発見し続けることっていうのは一つあって、で、そのロボットを作り出すっていう行為を人間しか持てないんだと思ってるうちはよくて、で、ロボットをロボットが再生産できるようになってくると、それが変わってくるので、その人間が果たせる役割はどこにあるのかっていうところに、その座軸を失わずに持っていくっていうのはすごく大事なような気がする。もしもみんなの言ってることを理解した上で、でもやっぱこっちが正解だよなと思うのがあれば、そこは半歩出てみんなを説得してこうだよねっていうことはやってみてもいいと思います。そこはぶつかる努力はやってみてもいいかもしれないです。寛容さかつそのみんなを引っ張るっていう作業は、もしも可能ならばやってみることを強くお勧めします。